ガザミ。ガザミ、学名は、エビメ、カニシタメ、ワタリガニ科に分類されるカニ。食用として、重要なカニで、ワタリガニとも称される。なお、地域によっては同じ、ワタリガニ科のイシガニを、ワタリガニと指す場合がある。幸福は15センチメートルを超える大型のカニで、オスがメスより大きい。甲羅の背面は、高褐色だが、 甲羅の後半部分やハサミ足、足などは青みがかっており、白い水玉模様がある。これらは敵や獲物の目を欺く保護色となっている。腹側はほとんど白色で、毛や模様はない。甲羅は横長の六角形をしていて、前縁にギザギザの棘が並び、左右に大きな棘が突き出している。ハサミ足は頑丈で、たくさんの棘があり、 挟む力も強いので、生体の扱いには注意を要する。第2脚から第4脚までは普通のカニと同じ足をしているが、第5脚は足の先が平たく変形した遊泳脚となっており、これを使って海中を素早く泳ぐことができる。なお、ガザミのハサみ足長節、ハサみの付け根から真ん中の関節までの部分にはトゲが4本あるので、よく似た。 台湾ガザミ、三本と見分けられる。同じ、渡りガニ科の石ガニ類やベニツケガニ類は、甲羅の左右に大きな棘が突き出しておらず、ガザミよりも小型で丸っこい体格をしている。北海道から台湾まで分布し、波が穏やかな内湾の、水深30メートルほどまでの砂底底に生息する。宮城県では2011年まで、漁獲量は10トン以下で養殖にも失敗していたが、 東日本大震災の影響で、仙台湾南部に広く泥が堆積したたことで2012年から生息数が急増し、2015年には500トンを記録し、全国1位となった。大きな敵が来ると泳ぎ去るが、普段は砂に潜って、目だけを砂の上に出して、じっとしていることが多い。海藻なども食べるが、食性は肉食性が強く、小魚、誤海。 海類など、いろいろな小動物を捕食する。一方的は、沿岸性のサメや、エイ、タコなどである。大型で微妙なカニなので、古来より食用として多く漁獲されてきた。現在では有名な産地が各地にあり、これらの地域では、種苗放流も盛んである。ただし、ガザミはカレーや、ヒラメ、タイなどの稚魚をよく捕食するので、 これらの種苗放流も並行して行われる地域では、お互いに子供を食い合って競合することとなる。ガザミの産卵期は春から夏だが、交尾期は夏から秋にかけてである。交尾期になるとオスメスとも脱皮後に交尾を行い、メスは体内に精子を蓄えたまま深場に移って、冬眠する。冬眠から冷めたメスは晩春に産卵し、1ミリメートル足らずの 小さな卵を腹足にたくさん抱え、孵化するまで保護する。孵化までには2から3週間ほどかかる。ガザミ類は年2回産卵することが知られ、晩春に生まれた卵は通称一番子と呼ばれる。一番子が発生して陽性を放出した後、メスは夏にもう一度二番子を産卵するが、これは一番子より産卵数が少ない。 孵化したゾエア妖精は1ヶ月ほど海中を漂うプランクトン生活を送るが、この間に魚などに捕食されるので、生き残るのはごくわずかである。ゾエア妖精は、数回の脱皮で、メガロパ妖精を経て、地ガニとなる。地ガニは、海岸のごく浅いところにもやってくるので、幸福が3センチメートルほどの個体なら砂浜や、干潟の水たまりで姿を見ることができる。一番子は、 急速に成長し、秋までに生態となって、繁殖に加わるが、二番子がそうなるのは翌年である。寿命は2から3年ほどとみられる。かつては、海産カニといえば、ガザミのことを指していたほど、一般に知られた、食用ガニだった。タラバガニなどの種類に比べれば、やや安価に出回るが、味は美味であり、殻も、比較的薄くて食べやすい。 ただし国内産の月ニは産地を問わず高値で取引され特に30センチメートルほどの体を持つ大型のものは高級品である。魚器は晩春から初冬までだが温暖な西日本では真冬でも漁獲される。旬は秋から冬。カニ肉や中朝鮮、カニ味噌はもちろんメスの卵巣、ウチコも食用にする。特に 秋から冬にかけての卵巣を持ったメスは格段に微味とされる。料理法も多彩で、塩ゆで、蒸し輪に、味噌汁などで食べられる。ただし生きた個体を熱湯に入れると、苦しさのあまりじ切れして、足がバラバラにもげてしまう。そのため普通は、内側腹部にある急所を刺した後に茹でる、または、水の内から入れるか、輪ゴムや紐などで足を固定してから料理する。 現在は水揚げ直後からすでにはゴムを取り付けているところもある。他にも韓国料理のチゲやケジャン、またパスタ料理の具材といった使い方も知られる。主な産地は内湾を抱える地域、例えば有明海、瀬戸内海、大阪湾、伊勢湾、三河湾などがある。かつては東京湾でもガザミは多く取れ、また広く食されていた。こうした 沿岸地域では、ガザミを観光用食材として売り出していることも多い。例えば、有明海西部に属する佐賀県多良町周辺では、竹崎ガニとして、九州北東部の武前海を有する北九州市、行橋市、武前市等では、武前本ガニとして、ブランド化を図っている。大阪福島田市では、だんじり祭りの際に、ガザミ、当地では通常渡りガニと呼ばれ、 ガザミと呼ばれることは、まず苗を食べる風習が残る。近年、乱獲により、日本での漁獲口が減ったことから国産品は、高級食材となりつつある。そのため、中国や韓国、東南アジア等からも輸入されている。渡りガニ、渡りガネ、竹崎カニ、佐賀、無前本ガニ、北九州舎ほカ、ガンツ、岡山、ガネ、など。ガザミ族、 コートに鋭くには数種類が知られ、ほとんどが食用とされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。